はいどうも、シュウキです。はい、本日はですね、翔平の試合ということで、今みんなやってるんですけど、その合間で撮影を しようかなと思って、今ね、僕だけベンチにいるんですよね、DH で。なんで、撮影しようかなと思います。今回ね、身の回りのものを紹介していこうかなということで、新しくゲットしたものが結構あるので、それを紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まず一つ目がですね、1月のお休みに、野球ショップ巡りをしたんですけども、その中ですごいお得なグローブがあったということで、それを購入しました。それがこちら、ポーン。こちらね、ウィルソンのファーストミットなんですけど、なんとね、公式用なんですよ。やっぱね、公式と軟式ってやっぱ値段がすごい違くて、どうしてもあのやっぱ公式はね、値段がね、4万とか5万とかいっちゃうと思うんですけど、これね、なんと9999円なんですよね。すげえお得で、もともと4万2000円ぐらいだったんですけど、それが9999円ということで、すごい破格な感じで販売されてまして、まあ普通に握った感じも皮薄い感じなんですけど、実際ねしっかりしてるのでいいなと思って購入しました。埼玉県飯能市にあります野球ショップモストさんで購入しました。まあモストさんとモンタナはちょっとつながってるみたいなんで、まあご挨拶がてら行かせてもらったんですけど、その時にこれが売ってまして、公式用でお得なファーストミットだったんで購入しました。でモンタナさんの方でね、片付けをしましたんで、こんな感じでもう掴めるようになりました。でこう掴んだ感じね、キャッチした感じは痛くないですし、やっぱり公式用っていうのもあるので、すごいこう軟式を取るには十分なミットかなと思います。続いてはですね、お荷物がね、あの届いたので、その中にね、とあるものが入ってました。それが、はい、こちら、パーン。はい、こちらオープンワールドのファーストミットです。こちら公式用で2万5000円なんですけど、でオープンワールドは去年ですね、大井くんのキャッチャーミットだったり、エアメンさんの内野手用のグローブだったり紹介したんですけど、あとは木製のシデという素材で作られているオープンワールドさんのステバットも紹介しました。で次はですね、このオープンワールドのファーストミットをご紹介ということで今回やっていくんですけど、お値段がね2万5000円で、しかも公式用っていうので、どんなもんなのかなって思ったんですよね。公式用ってさ、今4万とか5万とかすると思うんですけど、その中で2万円台、2万5000円で販売っていうことなんで、でどういうグローブなのかなと思って、実際に届いて片付けをしてみたんですけど、革がもうサラサラしてて肌触りがめちゃめちゃいいんですよ。まあ、とにかくね、ちょっと厚めかな、さっき紹介したウィルソンさんのグローブに比べたらちょっとこう分厚めというか、しっかりこう厚く守ってくれそうなファーストミットになってまして、特徴はちょっと大きいかなっていう感じです。やっぱ去年からね、あの流行ってますキャメルのね、あのグローブってすごい人気なので、その中でキャメルのオープンワールドさんのこのファーストミットをねゲットしましたんで、今年のね翔平とか、自分の試合とかでファーストやる機会がすごい多いと思うんで、がっつり使おうかなと思います。もちろんね、こちらの、ウィルソンのファーストミットも、使っていきます。もちろん音もいいですよね、こうしっかり掴みますよ。昨日ですね、あの片付けをしたばっかりなんで、まだちょっとね硬さは残ってますが、それでも取れるんでちょっとお気に入りですね。肌触りもいいんで、もうこれと一緒に寝たい感じですね。まあ、あとはアンダーシャツかな、これクラッチャーっていうね、エアメンさんの相方のアイズマンさんが作ってるアンダーシャツというかシャツのようで、これね、あの静岡遠征の時にあのロンティーで P さんが来てたんだけど、何これいいなと思って、そしたらね届きました、うちに。アイズマンとエアメンはサンタみたいです。毎年じゃ毎月サンタでな荷物作るんでね、嬉しいですね。まあ今後ともね、これを着て撮影をしたいと思います。はい、これヒロトがやらかしましたね。これを着て撮影とかやってたと思います。まあ多分あの普通のねアンシャツってさ、腕のとこはこう無地なんでいいと思うんですよね。なんか無地でアームスリーブとかね、こうしてこうおしゃれにすると思うんですけど、これそのまま着ればね、まあまあおしゃれな感じになるんで、愛用です、これ愛用です。はい、今試合見ながら見てるんですけどまだあるんですけど、あのこちら、はい、走塁用手袋、ついに買っちゃいましたね、そういう走塁用。ちょっとね、まあ、正直バッテとこう手首サポーターをしてて打って外してこれつけるのちょっとあれかなと思うんですけど、ちょっとまあカッコつけとしてね、ちょっとこういうのもつけたいなって思って、翔平 TV なんかオーラがすごいらしいんで、これつけてオーラをねちょっともっと、ね、感じてもらいたいなと思って購入しました。はい、はい、といった感じでですね、今回は、ファーストミット2つとアンダーシャツと走塁手袋をご紹介しました。まあね、今日はねこういう感じで緩く、緩い動画にしたいなと思って
まあ、緩く話して動画を回してみました。まあ、今年はもう1月の15日から、ショーヘイズの方は、もう活動開始をして試合もしているので、もしね参加したい方、お近くの方いればね、ぜひとも一緒に、ショーヘイズ入って一緒にやりましょう。今部員は多分30名ちょっとぐらいいるんかな、いるので、で大体みんな、男性の中学生高校生以上ですね。40代の人もいますし、30代40代20代、はい、みんないますので、結構。そして今埼玉の入間で活動してますけど、大体ね関東圏はほぼほぼ来てるかな。神奈川、千葉、埼玉、東京で群馬からも来たり、たまに栃木からも来る人もいます。はい、なので本当に幅広くいろんな人とね交流できると思うので、非常にいいこのなんか集まりかなと思いますんで、動画の概要欄にですね今後の、活動に関しての詳細貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。そしてショーヘイ TV は、現在プレゼント企画もやってますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ここ何か、ご希望があれば、何かこういう動画出してほしいとか、何かその希望があればね、コメント欄に載せてもらえれば、動画撮れるかもしれませんので、ぜひとも。もう寒すぎて口が回りません。まあ、2022年も、まあ、ショーヘイ TV の活動はもうさらにパワーアップして、頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。